レーザーフィームについてお話伺ったんですけれども、ちょっと改めてこう実践していただこうかなと思いまして、こう、まあ、出力の出し方というかレーザービームのやり方を教えてください。お願いします。よろしくお願いいたします。まずちなみにね、はい、守備から入ったとしたら、はい、なんていうのステップだったり構えだったり、はい、外野手としてなんかその辺どうなのかなっていうところを聞きながらのボール取ってからの出力出し方っていうところをまあちょっと聞いてみたい。参考にしてもらう、うん、してもらえない別にして、うん、自分の中の感覚ですので、うんうん、それでお願いします。全部自分の中にあるものしか言わないので、うんうん、はい、まず構えは人それぞれあります、うんうん、技術的なもので言うとフラットな人、うん、左前の人、うん、まず今言われたことに対して答えるとすると、うん、僕は左足前です。左足前で左足のつま先でちょっとこう視点を作る感じでコンパスでいうとこっちが針の状態ですね。でこうして構えてハスに構えるんですが、おへそだけはホームベースバッターの方を向けて構えます。はい、その時にリズムを取りたいので、自分はこうテニスプレーヤーのように少しこう揺らいで待ってます。で揺らいで待ってて、自分の得意な多分目線の高さがありますから、この目線の高さは高すぎず低すぎず、一番やっちゃいけない動きとしては打った瞬間に目線がふっとこう浮くことですね。だから打った瞬間はこうスポーツカーがこう走り出す時に地面タイヤがグッと噛むイメージで、グッとこう足で地面を捉える一緒でグッとこう沈みます。これ沈みすぎたら逆に動けないんですので、チーターが獲物を掴む前のようにグッとこう沈み込んでから判断します。あと一ついいですか、どっちですか、スポーツカーですかチーター、チーターのチーターのチーターのスポーツカーじゃないですか。あ、チーターのスポーツカー、はいはいはい、こう寄ってったらですね、はいはいはい、獲物を捕まえるまでグッとスイッチ入るんですよね、うん、チーターもさ、うん、その時のように、ね、このタイミングをだから反復反復練習から繰り返します。こうこうこう、まずこの構えですね。これも左足前だったんですよ、はい、これは何でだろう。僕は思うにですね、陸上競技とかトラックですと左回りに自然になるじゃないですか。あれこれ心臓を守ろうとする人間の防御反応といいますか、こっちに大事なものがありますから、こっちに自然に曲がりやすいんですよね。この心臓を振ってこっちに動くのが苦手ですので、若干得意な方をマイナスに準備しておくことによって、どちらも同じ割合でスタートが切れる体勢はこれですとこっちに行きづらいんですよね。だけどちょっと心臓が左にある分、これをこっちに持っていくとこっちも動きやすいですし、こっちが行きにくいのも心臓がこっちにある分差し引いてプラマイゼロみたいなことをイメージしてセッティングはしてました。うん、ね、構えからステップ、はいはい、これはもう短い時間で説明しきれませんけども、はあ、ステップもですね、人それぞれあります。なるべく早くボールに触るようにダッシュしてこう前で取る人と、僕はわりかしボールまで早く行くんですけど、ボールに触れる瞬間の前には一回シフトダウンしてブレーキかけて、そこからボールに触れる時にはもう一回アクセルを踏み込むっていう作業をしていました。わかりやすい。新庄監督とかはわりかしブーンってアクセル踏んだままもう取っちゃうんですよね、うん、でその勢いのまま前につんのめりながらバーンってこう投げれちゃうんですけども、僕それすると叩きつけちゃうんで、ビューッといったらスッとこう一回ニュートラルに入れてブーン、でエンジンブレーキかけて2速3速に1回落とします。でボールの跳ね具合を見て、よしここだって見定めたら、そこからもう一回4速に上げながらアクセル踏みながら取りに行くっていう、こういう一連の流れを繰り返します。わかりやすいですね。優しく取りたいですね、うん、新庄監督の場合はこう取りたいんですけど、僕の場合はこう取りたいっていう、こう取るかこう取るかっていうのが多分タイプとして違う。あとはボールの取る時ですよね、うん、一生懸命真面目にやったらミスが少ないかっていうと、そうではなくて、走る走路で結局ここにタイヤがついてますから、この前で取ろうとするとイレイレするとこう自分の体が自分邪魔してしまいますので、自分の体のほんの横サイドミラーギリギリぐらいのところで取るイメージですよね。サイドミラー、はい、車のサイドミラーのあたりで取るんですけども、体勢を崩されないように心がけて
ちょっと取る、減速しながらだけど取りに行くときにはもう上げるわけだから、上げるんですけども、イメージとしては優しく、あの体勢崩されないようにそっとこう高級なお寿司をお醤油にちょんとつける感じでちょんと取ります。分かりやすいですね。こんな感じで、ね、いつ取ったか自分では分からないぐらいの状態で取りたいんですね。でこう重心の移動がこうならないよね。はい、野球教室と結構指導者の方から外野の指導で質問を受けるのが、前足がどっちかこっちかですね。そうですこれはですね、両方ありなんですよね。だからレベルを高くしたかったら両方取る練習をしたらいいっていう答えが一番いいと思います。僕はですね、クロスでものを使いますからこういう動きが得意なんですよね。だけどこういう動きが得意な人ももちろんいます。だからどっちかが答えっていうのは、両方答えっていうのは僕の中の答えです。ですから僕がセンター守っててサードに投げたい場合ですと自然にこうなります。サード投げたい時にこうならないで、こういう動きで投げます。はい、だから両方使えると便利ではあります。ちなみにホームは、ホーム、センター守ってホーム、ホームはですね、こっちが前に、僕の場合ですよ、これは絶対みんなに正しいっていうことは言いません、こう取ります。しかも僕は頭がこう一番パーツで重いので、それが振られるとそっちに流れてしまいますので、なるべく頭は自分の真下に来るようにこういう感じで取ります。はい、こういう感じで取ります。このままの状態でこうとかこうとか、体の中心から体のパーツが離れるんじゃなくて寄せたまま、自分がパーフェクトヒューマンみたいな感じです。こんな感じです。こんな感じです。こういう感じだと、はい、この後どうする？ここでキャッチ。はい、ここにちょうど来るように自分がそのラインに移動していきます。うんうん、はい、その後のステップはどう？よくありがちな人は投げようと急ぎすぎて、こういうのは僕はあんまり好きじゃないんですよね。それよりも投げたい分だけ左足からもらってきたいので、順番としては軸足の方から前足に伝えてっていう、この順番を守りたい。そうしないと下半身の力が使い切れないですので、それを逆算しますとボールをも取る前にこういうリズムになってきます。はい、タタタタタタタンタタンっていうリズムで取る練習をします。それが慣れてくるとタタ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 って消えるんですが、まず初めにやろうとするのはタンタ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 ンっていうリズムから入ります。それ、はい、それが細かいことで言いますと、打球がこうなってくる落ち際なのか小判なのか、うん、ここで取るかここで取るかの違いで、上がるときはこうなりますし、下がるときですとこういうリズムになります。その使い分けです。で上がるときもう一回パンパパンパンパンって、上がるときは右足前になるの。そうですね、はい、下がるときはここでタイミング右足で、ま、待ってますから、こういうリズム。投げることはもうそんなに簡単には説明できないんですけども、僕はこう背骨で言いますと、投げるのあまり得意じゃない人って多分こうやって投げると思うんですよね。折りたたむ投げ方、僕はあんまり好きじゃない投げ方なんですけど、僕はこう使わずにこう使いたいんですよね。はい、背骨の周りに筋肉がいっぱいついてますから、こうするとついてる筋肉は収縮運動に入りやすいと思うんですが、こうすることによって回転と回旋運動に入りやすいので、まずそこの違い、その前で言うと股関節、一番大きいエンジンだと思ってる股関節で、次に大きい肩関節、これはティーボールの T の上にこうゴルフで言うとボールが乗っかっているソケット状になってますので、さっき言ったんですよ、こういう使い方ですよね最初は。だけど僕はこう使いたいですので、こう使うと筋肉は束になって動いてくれます。そうなるとこういう動きに対すると
1点の視点でここに対する負担が増えますが、加速でブレーキかけて視点を作って出力出すその前にピュッとこう雨の日の路上でブレーキを踏むんじゃなくてハンドルをピュッと切ったらこう多分車体はくるくるくるっと反転するイメージで、ブレーキ踏む前にハンドルを切る、そのためにも背骨の周りについている股関節を回転さす、この動きではなくてこれで投げたいっていうのがもっともっと根本的に持ってくると、そこが大事かなと思います。その時に力はもうどっか入ってます？あのですね、これ力は全然本当にイメージでは僕の中では左のグローブの使い方とかがもう8割ぐらいで、左の作業いっぱいしておいてちょんって感じですよね。左の作業っていうのはボール取る作業から投げる、バイグローブ動かして力貯める、右手は本当にちょんですね。だからこうやって体からこう腕が伸びる瞬間っていうのは離れる時まではないっていうイメージですかね。回転と回旋とプラスしてボールを体の近くにあるんですけども、これはですね、自分から押し出すっていうよりも室伏さんの投擲とかもこうやっては離さなくて、あれが体を回転すると鉄が離れようとするのは自分で引き止めるわけですよね。それをこうって持ってくるのと反発する力でこう投げているのと一緒で、このボールを自分の方に引き寄せながら回転することで離れようとする力を自分で生ませようとして、これを引き止めていかないでっていう力を使って離れていくって感じですね。これだからこういうイメージよりもこういうイメージでこんな感じで投げてます。だから柔道でいうとこうやって背負い投げするんじゃなくて、でこうね、これでこんな感じで投げてます。だから伸びる瞬間は自分の中でイメージないです。こんな感じです。イメージの中では本当に取るところから言いますとこんな感じです。こんな感じです。面白い面白い、分かる、なんとなく大事なんとなくね、大事に取りたいんでこう取るよりもこうやって取ったらここで8の字角みたいにこう持ってきて、体のこのおへその前からボールなるべく離さないようにしといて、こんな感じです。その時までもうボール離すぐらいまでどこにも力入ってない。そうですね、ちょっとグローブこっち側だけ、左側ですね。だからこっちで頑張るっていうよりもこっちの世界でこんな感じです、はい、だからもうここよりも僕はここの方が力入るんで、ここに投げてる感じです。こっちじゃなくてこっちに投げてる感じですけど、股関節がダイナミックに回転するんでここに来る。だからここに投げようとするとこうなってしまうんで、あえてダイナミックにここを獲得しといてこんな感じです。だから投げるときは見てないです。離れる瞬間は覗いてなくて見てないです。今日出てくるんだろうね、多分見てないから。はい、ボクシングとこうじゃなくてはい、いう感じでは。それはいつ？ここで皆さんにプレゼントのお知らせです。今秀典さんがいらっしゃいますロング T シャツのサインを書いていただいて皆さんにプレゼントいたします。詳しくは概要欄の方をご覧ください。また皆さんぜひ、グッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。改めまして本日のゲストは秀典さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。